新しい朝が来ました。おはようございます。徹夜ではございませんけど、徹夜風です。徹夜風。はい、この動画はですね、昨日やった、ドリームアカデミアのフォローアップ勉強会の映像を編集して、ポータルサイトにアップ終わらせました。ちょっと事件がありまして、今朝の9時12分なんですけどね、事件がありまして、今回ねファイナルカットで書き出ししたんですよ。でファイナルカットにまず読み込む時間がクソ長くて、なんか40分ぐらい読み込んでんですよ。ファイナルカットこんな時間かかるみたいな、40分ですよ読み込みに、みたいな。でまあちょっと編集して書き、まあ編集って言ってもそんな編集して、フェードイン入れるだけなんであれなんですけど、ファイナルカットで書き出しをしたんですよ。でそのファイナルカットの書き出しが、3時間ぐらいで、ファイルの容量がね9ギガぐらいになったんですよ。9ギガみたいな、9ギガみたいな、9ギガは なかなかないぞみたいな、重いなみたいな。でその書き出し完了して、書き出し完了したのが深夜、朝5時ぐらいなんですけど、朝5時ぐらいに書き出しが完了して、よし終わった、書き出し終わったかなみたいな、まあ書き出し中寝てましたけど、ちょっと終わったみたいな。で書き出し見たらなんかね、映像の画質がおかしいんですよ。なんかおかしいっすね。いや多分ね、ファイナルカットの多分そのいろいろ調べたんですよ。それでファイナルカットのそのファイルの読み込み、ビデオからの読み込みするときに細かい設定があるんですね。あと書き出しも結構細かく設定があるんですよ、ファイナルカットって。わこれちょっとね、しかもなんか荒いんですよ、なんかホワイトボードもあかんと思って、今度アドビのプレミアムエレメンツ、今度アドビのプレミアムエレメンツでいつも通りですね、なんだそのドット MTS かな、ドット MTS っていう拡張子で読み込んで、でドット MTS をちょっとマニアックなんですけど、ドット MTS っていう拡張子のファイルをアドビプレミアエレメンツ15に入れて、でいつも通り書き出ししたんですけど、それのファイルが5ギガでした。5ギガぐらい。だからファイナルカットの高度な書き出ししすぎて多分あれだったのかな。まあそれも2時間ぐらいかかったんですけど、結局でもこんな時間ですよ。終わった、とりあえず終わりましたよ、終わりました。とりあえずね、今回はめちゃくちゃいいんで、まああんまり需要ない講義なんですけど、まあ最強ですね。もう僕が14年間やってきた集大成でもあるかなと。もうこれさえやっとけば確実に成功します、確実に成功します。もう言い切りますから、本当にこの講義で教えてることを理解して実践したら 100%、 いや 300% 成功します。まあすいません、成功っていう定義をね、ドリームアカデミアでは月収100万ということで言ってるんですけども、成功ってね人それぞれ違うじゃないですか。だからドリームアカデミアは月収100万ってことを言ってるんですけど、月収100万は可能です、誰でも可能です、言い切ります、誰でもです。でも講義通りやんないとダメですよ、講義通りやんないとダメですよね。はい、ということで、もうちょっと僕も疲れ果てましたんで、ダンディー、このね隣にダンディーがあるんですよ、ダンディーが、ダンディー、はい、本当は朝5時に入りたかったんですけどね。はい、こちらで癒されていきたいと思います。これね朝5時ね、まだ1000円でいけるね。朝5時に入りたかったんですけど失敗しました。やっぱね、初めてやるとわからないことだらけですね。失敗した。では